皆さんどうもこんにちは、あやなんです。今日はあやなんずキッチン、何日かぶりかべー。私の愛する旦那さんがなんと熱を出してしまったの。熱を出したっていうのは嘘なんだけど、親知らずが痛くって硬いものが食べられないんだって。それは大変だから、今日は私が愛する旦那さんのためにミルクがゆを作ってあげたいと思います。皆さんミルクがゆってご存知ですか？魔女の宅急便に出てくるおそのさんが作ってくれるめっちゃ美味しそうなミルクがゆ、これですよ。これを今日はうーくんが食べたいって言ったんで、私がキキになって作ってあげます。あ、でも作ってるのはおそのさんだ。でもあーちゃんはキキのジジのトンボの中のメガネのジジのキキ。クックパッドでね、ミルクがゆって調べると魔女の宅急便のミルクがゆっていう風に出てくるんですよ、メニューが。それでは材料を紹介します。オートミール、ちょっとってダメだよな。オートミール1/4カップ、牛乳ちょっと、バナナちょっと、蜂蜜ちょっと、ということでこれから作っていきたいと思いまーす。それではね、ここからは魔女の宅急便の BGM でお楽しみください。ちなみに私が弾いてます、どうぞ。オートミール、バナナ、水 100cc を入れてレンジでチンするんだって。私が使ったのは今回麦みたいな感じらしいですね。よくわかりません。1/4カップ、だいたいこんぐらいでいいですと思います。ん？あとバナナを一口サイズに切ってのせます。バナナは食物繊維がたっぷりでね、栄養がありますので、つまみ食いをします。次に水を 100cc 入れます。こちらをレンジで温めていきます。私は約1分チンしました。というわけで、この1分暇なので踊りたいと思います。顔よ、似てる。はい、約1分温めました。オートミールが水分を吸ってくちゃくちゃな状態になりました。ここに牛乳、蜂蜜を入れて、さらに 500W レンジで1分チンして混ぜたら完成になります。とっても簡単ですね。牛乳は 100cc、 私はちょっと蜂蜜だけだと足りないと思うので砂糖も入れたいと思います。少し、小さじ1杯くらい。蜂蜜はお好みです。このぐらいのスプーンに1杯。あ、知ってる人もいるかと思いますけど、乳児に蜂蜜あげちゃダメですからね。プーさんの味がする。これでさらにレンジで1分温めます。また1分間暇なので踊りたいと思います。はい、温まりました。明るすぎて見えません。というわけで、親知らずが痛くてご飯が食べられないうーくんに食べさせてあげたいと思います。不安な気持ちを残したまま。うーくんおいで、ミルクがゆ作ったよ。うーくん、親知らず強いと思うけど頑張って歩いて。うーくん、親知らずが抜けちゃう。ミルクがゆを食べればすぐに良くなるからね。柔らかい、あ、優しい。噛まなくていい。私も食べてみよう。食物繊維がたっぷりだからね。優しいな、キキ、ありがとう。元気出して、トンボ。というわけでね、今回はうーくんの親知らずのためにがゆを作ってみました。皆さん、親知らずができたらオートミールでミルクがゆ食べてみてくださいね。にんまりしてライザン。それでは、終わりです。待ちわりのと